秋から松とは、近峰月下から松相続の多年草。別名高戸草。日本では、北海道、本州、四国、九州、南西諸島に、日本国外では、朝鮮、中国に分布する。水はけが良い日当たりの良い場所を好み、主に山野の草地や、林地の周囲、路房、丘陵地などに生育するが、沖縄島では山地に生育する。なお、 甘み大島と沖の選ぶ島の分布については、標本がなく疑問視されている。沖縄島産のものは、北海道九州産のものと比べ、高さ15から30センチメートルと小型であり、生育環境も違うことから詳しい調査が必要で、あるとされている。初夏から秋にかけて、カラマツの葉を思わせる黄緑色の小さな花を、枝先に群がるように咲かせることから、 秋から松の名が生まれたとされる。地方により、高戸草、牛岩草の別名でも呼ばれている。長野県高戸の城下町では、数百年の間、日干しした秋、から松を高戸草と呼んで腹痛などの薬草として、用いていた。多年草で、高さ60から130センチメートルになり、茎は直立市上部で枝分かれする。葉は、五星で三室服用。 商用は円形から甲卵形、線形など様々で先端は2から3列し、長さは約1センチメートル。花記は夏から初秋。果樹は円水果樹で茎の長短につき、多数の単行白色の小花をつける。花弁はなく、花弁のように見える長さ2ミリメートル、長大円形の学片が3から4枚つき、開花すると落ちて糸状の大しべが多数つき、 長く目立つ。果実は痩せかで長さ約2.5ミ、mm、リメートルの防水型から楕円型で8つの筋が目立ち1から4個ほどが集まって上向きにつく。種子は2ミリメートルほどの狂乱形で先が尖り表面にはっきりした高市状がある。カラマツ草に似るがカラマツ草の茎を折ると中が空洞で果色が白色で果実は垂れ下がるので見分けがつく。 小麦の赤サビ病菌の中間宿主植物となっている。民間薬として、胃腸薬等に用いられ、茎を天日で乾燥させて、物を煎じて服用すると、腹痛など、下痢止め、食あたり食欲不振などに効能があるとされる。地上部の形容部を刈り取って、日干しにしたものに、マグノフローリン。 タカトニンなどを含んでおり、これらの成分は苦味が強いため口内の味覚神経を刺激して胃の粘膜に直接作用することから胃液の分泌を促して胃の活動を活発化させることによって威や成長に役立つと考えられている。なお、生育地により含有成分に差異が生じているとする報告がある。民間療法では胃腸の調子悪い時に 高藤草を一日治療後の1 0ムを水 600cc で半量になるまで煎じて食後に3回に分けて服用する用法が知られている。また、胃弱の人に高藤草を粉末にしたものを1回0.3から0 5ムを毎食前に水で飲んでおく用法もある。一方、同じ金宝外科のカラツソ草、大カラマツ、唐松、カラマツ、つくしマツなどは 作用の激しい成分を含む毒草として扱われているため薬用には用いられない。生育地であるカキの地方公共団体が作成したレッドデータブックに掲載されている。長野県高藤町あたりで天日干しにしたものを高藤草の名で民間薬としている。ありがとうございます。